こんにちは天板アカデミー堀秀です、えー、オーストラリアアマゾン、まあ、FBA の品もね、えー、一段落してもうすごい売れてますという話があまり聞こえてこないこれは何かというなぜかというと、まあ、オーストラリアアマゾンにはリコメンド機能が備わってないですでこのリコメンド機能ってのね、の、え、ね、ーまあ、買い物中毒の私はよく分かってるんですけどまあ普通はそれほどね えー、買い物しない、ねえー、そうするとリコメンド機能何ぞやということもあるんでねちょっと説明したいと思いますまずリコメンド機能は衝動買いを起こさせる、ね、そして迷ってる消費者に購入させるついでに買わなくてもいいものまで買わせる機能と、まあ、売り上げを上げるにはね、まあ、必須の、まあ、機能と言ってもいいです、まあ、これがオーストラリアアマゾンには実装されてない、まあ、例えばアマゾン えこれ、スケートボード。スケートボードじゃないんですけどね。まあ、スケートボード見たいやつ、タイヤ。二、ね、輪のやつですね。まあ、見たら、買うまで、ね、えー、これを送ってくると。まあ、人によっては、見ただけじゃ送ってこない場合もある。私の場合は、見たものはほとんど買ってるんで、多分送ってくるんでしょうね。で、しかもね、えーまあ、このボード買ったらヘルメットとね、えー、エルボーもあった方がいいんじゃないのという感じでね。まあ、そりゃそうだねと。 つい買いたくなるようなものをついでに進めてきますしそれによってまあ私も買うもの増えてるんでね当然売上はが伸びるこの機能があるとないとだと、えー、非常に売上が変わってきますましてオーストラリアの場合はオーストラリアにはない商品をまあオーストラリアの人が 買ったこの商品を買ったなら、アメリカとか日本ではね、これも一緒に買ってるんで、買うであろうというものを勧めれば、売れるものをね、まだその肝心の機能が実装されてないという形です。まあ、日本アマゾンこんな感じ。で例えば他にもね、Airbnb でも、部屋を見たり、部屋を予約するしたりすると、すかさずメールが飛んできます。ね、えー これは Airbnb も飛んでくる。で、Booking.com、ホテルもね、ホテルの価格をチェックすると、まあ、すかさず飛んできます。ね、今8、8%割引ですとか、80%引きですとかね。もう、このホテル予約サイトは競争激しいんでね、これ飛ばさないと、まあ、予約取れないでしょうね。ガンガン飛んできますね。一方、オーストラリア、ね、えー、自分が見たのが出てくるだけ。で、これすらね、えー ここ数日で一番上に表示されるようになりましたけど、以前はね、このスクロールし,てしないと見えない一番下にこの履歴が出てました。まあ、この自分が見たものを出しても、まあ見て買わなかったわけですしね。まあ値段が下がったとかメールが飛んできてたらまた見るかもしれないですけど、まあ普通はこれがただ表示されても、えー、買わんだろうと。 ま、例えば、粘土ならね、えー、粘土買った人が一緒に買ってる商品とかをここに、あなたにおすすめの商品という形で出すのがリコメンド機能です。で、今は、まだ、ね、オーストラリアアマゾン、閲覧表示のみでリコメンド機能はなしと。で、これ、リコメンド機能が実装されないと、購入者が探したものしか売れないです。まあ、どういうことかというと、まあ、えー、何しろオーストラリアはね、日本とか、 アメリカと違って商品が少ないんで、ない商品をキーワード打ち込んで探すってことはあり得ないと。そうするとね、何かのキーワードに関連づけて、この人はこれを買うというのをね、オーストラリアの人が過去に見た商品から関連づけるのか、あるいはアメリカ、あるいは日本の消費行動から関連づけるのか、何らかの関連づけをして、 えー、キーワードとかね、えー、なんかで引っかからない商品も進めて売っちゃうというのがね、Amazon が売れやすい理由で Amazon の強みなんですけど、なんとその最大の武器がね、Amazon 実装されてないです。この武器が実装されるまでは、商品選びやタイトル付けがとても重要です。ね。えー、何しろね、えー、まあ、やって分かったことは、ダイソーという商品じゃ購入者はほとんど検索しないと。 じゃあ、何という名前で検索するのっていうと、それぞれの、まあ、商品名とかね、何に使うかとか、そういうことで検索します。そんな形で、まあ、アメリカでやってた方は、アメリカと同じ調子だと売れないと。ね、で、eBay、オーストラリアで始めた、eBay じゃないや、Amazon のオーストラリアで初参加の方は、まあ、以前言ってたように、適当に出せば売れる、売れたのを入れましょうという形ではね、え、リコメンド機能が実装されないと売れないです。そんなわけで、 ま、仕入れの前、仕入れの後、ね、まあ、前か、仕入れの前、あるいは出品の時、ね、カタログ、えー、作った方がいいのか、カタログイ乗りしたっていいのか、まあ、これ本当にね、えー、細かく、えー、しつこくでいいんで、ご相談ください。これ、コツを覚えないとね、えー、入れても入れても売れないという形になっちゃうんで、まあ、同じ商品でもね、えー、タイトルの付け方によって、ま、売れるだろうというのもありますし、えー、逆に、まあ、 写真までね、いじんなきゃいけないものもありますし、まあ、得てして言えるのは、ダイソーと検索して出てくるカタログは出来の悪い商品が、カタログが多いんでね、これはあんま売れんだろうなという形です。まあ、よっぽど売れるもんだけ売れてますけど、まあ、それ以外のものはやっぱ売れないという形なんでね、えー、タイトル付け、ね、すんごい重要です。で、そもそもオーストラリアね、えー、商品がないんでね、 この商品が安く買えるって言って買うとか、この商品が品切れだから買えるっていう商品は非常に少ないんでね、えー、手当たり次第に商品を送っちゃうと、見せてこういうもんだよと言えばね、えー、売れるとかあ、見せればこういうのあんだ、面白いなと思って買うもんでも、リコメンド機能が働いてない今の段階では、えー、その効果が期待できないと、ね。あることに気づいてもらえないという形なんでね、えー、まずはカタログ作り、タイトル付け、 あるいは商品選定。その辺がね、えー、もうちょっとひねるというか、えー、売れるものを、狙いを定めないと打率が非常に低くなるんでね、えー。何しろ、まあそうですね。まあ10商品、とりあえず今回の納品でこの10商品出そうと思いますという形で相談してもらえれば、まあその、 え、元になったね、ebay で見つけたのか、あるいはどこで見つけたのか、まあ、なぜ売れると思ったのか、あるいはね、え、それオーストラリア需要ないですよという形で返答するか、そのやり取りをちょっとしてから送ってね、売れる商品を探していこうと思いますんで、ご相談はまめにしてください。え、リコメンド機能非常に重要で、まだ実装されてません。え、現在実装されてるのは過去の商品閲覧を見せるだけと。ね、あんまりこれ役に立ってないです。まあ、せめてね、 メール飛ばしてね、値段変わりましたとかね、えー、FBA が入りましたというメール飛ばしてくれればいいんですけど、メールを飛ばす、えこともまだやってないんで、えー、本当に、もう、キーワードで探して、見に来て一発で売れる商品に、以外は売れにくいというね、えー、厳しい状況。まあ、ただ、 ね、プラスに考えれば、この厳しい状況だとね、えー、自己流でアメリカと同じ調子でやってる人は、まあ、ほぼ売れなくて、えー、諦めると思うんで、まあ、ライバル増えないだろうなと、ね。えー、逆に、あの、これで懲りてね、えー、ライバルいなくなって、で、いつの間にかね、リコメンド機能を実装されたっていう形が理想的ですし、まあ、あるいは最悪、何らかの兼ね合いでリコメンド機能をね、オーストラリア政府の方から止められてつけられないといった場合にはね、 このどういうタイトル付けとかどういう商品で売れるかっていうね、えー、きちんとリサーチしないと売れないという形になりますんでね、まあ、ちょうど今月18日からオーストラリア行きますんでねまた改めて、えー、いろんなショップを見てあこの商品はね、えー、こういう状況で、まあ、日本の打者売れるなとか、ね、あこれはやっぱ気づかれないだろうなというのをね、えー、ちょっと私も商品探しのスキルをブラッシュアップしたい いきたいと思いますので、えー、どしどしご相談の上仕入れ出品カタログ作り、えー、そちらの方に励んでください、えー、またご質問お待ちしています以上天板アカデミー堀秀夫でした